こんにちは、葉月ひまりです。ごめんなさい、こんな見た目が悪い見た目が悪い状態から始まるんですけど、髪の毛染めましたどうですか、こんなすっぴん出てもくらんか。今日はですね、エスパの東京ドームでのライブに行くので、その JRWM を撮っていこうと思います。結構時間がやばくてギリギリなんで、ちょっと頑張って撮っていきます。焦るとさ、良くないから、落ち着いていきたいところではありますよね。私ね、ちょっとパックを忘れてきちゃったので。あ、ワンジョンヨのやつなんで。え、あるん？ありがとう。じゃあ、姉ちゃんから借りたウォンジョンヨのパックで保湿します。もう今日は雑談メイクみたいな感じになっちゃうけど、ウォンジョンヨのパックってこんな大きかったっけ。え、絶対大きさ変わったと思うねんけど、こんなでかくはなかったと思うけど、さすがに変わってないと思う。昨日1日目行ってきたんですけど、めっちゃ楽しくてやばかったんですよ。あ、カラコンしよう。先にカラコンしちゃいます。バンビシリーズのスワングレー、エスパの持ってこいよって感じやんな。もうさ、出る準備もさ、ギリギリでめちゃくちゃ急いでやってたから、何も考えずに一番手元にあったものを持ってきちゃって、これも可愛いからいいねんけど。カラコンこんな感じ、グレー系なんですけど、ほんまはエスパの緑のカラコン持ってきたかってんけど忘れてた。はい、こんな感じです。じゃあ下地塗っていきましょう。東京日差しがやばすぎるので、日焼け止めは必須です。これ韓国のメイクさんとかがよく使ってるやつ。マジでさ、昨日やばかったよな、暑すぎて。肌がかわいそうって思うぐらい、日差しっていうよりかはがやばくて、そんなにさ関西で感じひん体がやられる暑さっていうんかな。メイクめっちゃ崩れたし最悪やった。私なんか基本でも汗かいてもさ、あんま崩れたりしないんですよ。今からするメイクが最強すぎてだけど、なんかホテル帰ったらめっちゃ崩れてて最悪と思ったはい、日焼け止めが塗れたのでバニラ粉の下地を塗っていきます。どうしても崩したくないから今日は念入りに叩き込んでいく。でも昨日みたいにめっちゃ歩き回るわけじゃないので大丈夫かなと思いつつ、ライブメイクやからちょっとライブ意識した感じで濃いめにしたいなとは思うんですけど、このねバニラ粉の下地めちゃくちゃ良くて、トーンアップしてくれるんですよ。これトーンアップ下地って結構乾燥するイメージなんですけど、ザ保湿って感じやから、夏になってからね、そのバニラ粉のクッションファンデを使うようになったんですけど、これと合わせて使ったらもう最強すぎてめっちゃおすすめです。私よく笑うからさ笑いじわがすごいんですよ、ほうれい線の部分。それでいつも悩んでたんやけど、シワがめっちゃ入りにくいの。どんな表情しても怖くない。エスパがさ可愛すぎて、見るたんびにさ美女がレベルアップしてんねんの。機能とか妖精、美しすぎて同じ人間なのかなって思うレベルで美に磨きがかかってる。はい、下地塗れたらこんな感じです。次に大大大好きなバニラ粉のクッションファンデ使っていきます。絶対崩したくないって思う日はこれ使うようにしてる。私ジョンセームルも今までめちゃくちゃ使ってたんですけど、ジョンセームルってどっちかというとザ保湿っていう感じなんですね。私すごい乾燥肌なんで、ジョンセームルが今までめっちゃ合ってたんやけど、夏ってさ格外に汗かくんですよ。塗りたてめっちゃ綺麗やし、その肌質的には自分にめっちゃ合ってるんやけど、乾燥肌のくせに汗かきやから結構ねドロドロになっちゃったりするんですよ。崩れ方はねめっちゃ綺麗やから、もちろん全然ジョンセムルもおすすめなんですけど、ただメイク直しの頻度が多いなっていう印象で、ドロドロしちゃったらさ頻繁にパウダーつけたりとかしないと顔テカテカになるじゃないですか。個人的な意見なんですけど、パウダーってさ何回もさつけたりすると崩れてきません？極力つけたくなくて夏にパウダーは。バニラ粉冬使った時はちょっと乾燥するなって思ったけど、これ夏に使ったらいいんじゃんって思ったんですよ。そしてもうびっくり大成功、ガッチでびっくりするぐらい崩れないんですよ。今さここめっちゃ大きいニキビできてるの。これも結構赤みすごかったんですけど、こうやって上から重ねちゃえばちょっと落ち着く。でもあかん、レベッチでニキビできてるから気になるところ一個ずつコンシーラーで隠していきますね。まずクマからいきます。アンドビーのコンシーラー、これね結構オレンジ
色のコンシーラーなんですけど、有名やから説明いらんかもやけど、めっちゃクマを隠してくれるし、オレンジ色のコンシーラーってさ浮いたりするやんか。これはどっちかというとすごい肌なじみがいい方なんで、こうやってポン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 ってしてあげるだけでめちゃくちゃ肌になじむんですよ。簡単だから、さっきみたいにも適当にピピピってその気になるクマの部分に塗って、パフで叩き込みさえすればもう綺麗に馴染んでくれるから、はあ、もう天才、素晴らしい。私クマすごいんですけど結構隠してくれるからありがたい。あとさ、このちょっと汚くてごめんなさいなんですけど、アンドビーのスポンジさ最近初めて使ってんやんか、めっちゃいいねんけど。でピアのこのコンシーラー、こんな感じでスパチュラタイプになってるコンシーラーなんですけど、これで小鼻の赤みとかを隠します。この前さ、スポンジめちゃくちゃいいの探し回りたいなと思って、結構メイクさんがよく使ってるスポンジやったりとか SNS でバズってるスポンジをいろいろ買ってみて試したんやけど、これが一番良かった。すごい柔らかくてもちもちやし、肌にフィットする感じがあんねんの。このティルティルのコンシーラーのスティックタイプの方で頑固な顎ニキビを隠していきます。もうこれやばい、マジで痛い。凹凸の周りにコンシーラーを塗って凹凸を埋める感じ、ここら辺のちっちゃいやつはもういいです。痛いのよこれ、もうほんまどうしたらいいか分からへん。昨日のエスパとか肌綺麗すぎてさ、ちょっと萎えた自分の肌見て。女神たちに会えるということで、私も極力可愛い状態でテンションぶち上げていこうって感じにしたいんですけど、この顎たちのせいで、顎のニキビたちのせいでテンションが半減されて、ニキビってマジすごいよな、威力、テンション下げてくる威力がすごい。大人になってからの方がニキビできるようになって、こんな学生の時ニキビできたことなかったの。はい、次に眉毛をデジャブのアイブロウペンシルで描いていきます。髪の毛を暗くしたので暗めの色なんですけど、眉毛ってさ1週間もしたらびっくりするぐらい伸びてんねんけど、生命力を感じるちょっとでもさ伸びたら急にやりにくなる。まあ、前髪で隠れるんでこんな感じです。眉マスカラ忘れました。姉が使ってるのはケイトの 3D アイブロウカラーですね。これでもいいよな、うん、めっちゃずっと使ってるわ私も。これさスカスカの時が一番使いやすくない？最初結構液たっぷりめやん。はい、で次お花作っていきましょう。ロムアンドのこのコンタリングパレットを使っていきます。マジでノーズシャドウは重要すぎるんで、この一番下の色を取ってで、ノーズシャドウ入れていきます。髪色さ暗くしてからクール系になるやんか、嬉しいんですよね。本領発揮できてる感じがして、やっぱり私はクール系が一番しっくりきます。鼻先 V にしてから上にシュッシュってやって、眉間は Y の字に影を入れます。いいじゃんいいじゃん、こんな感じ。いや今日めっちゃ化粧のり悪いわ。でも眼中の部分と鼻の下にも影を入れます。脂っこいもん食べた次の日ってほんまにさ化粧のりびっくりするぐらい悪くなるんだけど、真ん中を取ってフェイスライン、もう今日はいっぱい入れます。時間ないからメイクが雑になっちゃう。私上の方しかあんま使わへんかも。下の方な使ったらなめっちゃ濃くなんねん。混ぜて使えばいいんやと思うんだけど、混ぜてもなんか若干濃くなってる気がするここ大事です。ここ OK。 この白い部分を取って、これマットハイライトなんですけど、マットハイライトは私のメイクの中では必須。最近さ結構もうみんな主流になってきたけど、最初の方マットハイライトしてる子ってほとんどいなくて、何の最初って感じだな。海外メイク好きな子やったりとか、ちょっと待って影さこう入れてみる、ごめん今更こういう影を入れてみる。うんうん、いいね。海外メイク好きな子とか入れてるイメージやってんけど、それ以外でその普段のメイクでマットハイライト使うってあんまり他の美容系のクリエイターさんとかで見てなかったんやけど、今結構主流になってきてますよね。これねクマぶっ飛ぶし、ハイライトの仕込みみたいな感じで入れるとめちゃくちゃいいんですよ。ほうれい線の部分とかもへこんでる部分とかに入れたり、小鼻の部分にこう反りながらマットハイライトを入れると小鼻がちっちゃく見えるんですよね。わかりますか？見分からんぐらい飛ぶからおすすめ。アイメイクを極力落としたくないので、キャンメイクのアイシャドウベースを使っていきます。これをほんまほんのちょっとだけ取って塗っていきます。アイシャドウベース塗っておくとアイライナーとかアイシャドウももちろん落ちにくくなるし、ラメとかがさ夕方ぐらいになったら落ちてきてさ目がちょっとしょぼしょぼしてくるなみたいな経験ないですか？あれね、アイシャドウが落ちてたりとかラメが結構落ちてて目の中に入っ
ってちょっとしょぼしょぼするみたいな風になってることが多いんですよ。だからアイシャドウベースはね、極力安くてもいいんでしてあげる方がいいかなって思います。はい、でアイシャドウはじゃじゃーん、これ使うのめっちゃ久しぶり、 3CE のアイシャドウパレットです。これマジでめっちゃ使うの久々。てかまずこういう色を使うのが久々。見て、懐かしい。超クール。これの、ここの色を取って、アイホールと下まぶた全体に先に塗っていきます。こういうアイシャドウを使うのが久々すぎてテンション上がる。今から濃い色を塗っていくので、まずね、全体的に明るい色仕込んでおきます。なんかライブメイクやからさ、アイドルがライブでしてるぐらいの濃さにはしたいな。私のさ、視聴者さんって韓国アイドルとか好きな子多いと思うんですよね。次にこの色を取って二重幅に塗っていきます。濃いメイクマジで久々やから懐かしい。私の2019年を思い返しますね。めっちゃ濃かったよな。ギャルじゃない。でもさ、顔がさ、まだ子供やったからさ、可愛かってんの。今なんかちょっとまた雰囲気変わっちゃったからさ、なんだかなっていう感じ。似合うのかな。こんな感じで二重幅にちょっとグラデーションみたいな感じで塗れたら、一番濃い色を取ってで、まぶた両サイドをくの字にするように影を入れていきます。こうすることで切れ長の目になるので、丸目さんはおすすめです。ちょっと濃すぎたかな。もしかしたらこっちの色の方がいいかも。ちょっとさっきの黒に近い。めっちゃグラデーションしていく。なんか途中経過おもろい。うん、こんな感じ。いいよいいよ、混ぜて使った方がいいわ。でこの内側にも入れます。うん、こんな感じ。最初アイホール全体に塗ったこの色をもう一回取って、まぶたの中心部分にもう一度塗ります。そしたら濃い薄い濃いになるから、グラデーションを作る感じですね。ここら辺もぼかす感じで。そしたら涙袋の部分にこんな感じでコンシーラーを塗ります。これも細く入れるのがポイント。パフでこう叩き込む感じ。うん、こんな感じです。そしたらこの影になりそうな色を取って涙袋の影を入れます。涙袋の影は結構私的に重要で、どっちかというと自分の目って丸い方なんですよ。だから外側に影がいくように入れます。涙袋の外側ですね、極力切り長の目に見えるようにします。でこうやって線描いたら若干に上にぼかす感じで、そしたらカラーキーのアイライナーでアイラインを引いていきます。アイラインはねマジで緊張なんですけど、結構つり目にしたいので先から引いていく。こんくらいつりたいの。まず目尻の三角から作って、で形を整える感じで、あとは中を埋めます。ちょっと長めに引く今回で、あとはもう次キワキワを塗る感じ。うん、こんな感じです。反対側も。私はね結構丸目の垂れ目なんで、自分の好みの目じゃないんですよね。なんでメイクでできるだけ近づけていくっていう感じ。両方引くとこんな感じです。で切開ラインも引いちゃいます。切開ラインはこの目の形に沿って引く。こんな感じです。このラメを取って涙袋、アイホールとこの目頭の部分乗せます。で上からこのギラギラのラメ一回手に取ってのせる。ちょっとラメが思ってた感じのラメじゃなくて、あんまり綺麗じゃないんで、このラメウォンジョンユのパレットのこのラメ使います。うん、こっちのが綺麗。上から重ねちゃってるからちょっと微妙かもやけど、こっちのラメにしとけばよかったな。いつもと違うメイクをするって結構難しいですよね。さっきねラメ入れていったところに上から入れていきます。うん、こんな感じ。まつげをね上げていきます。
まつげ上がったらこんな感じ。そしたらイチュードハウスのミクサーを塗っていきます。はい、で下まつげだけ、下まつげ専用のつけまをつけていきます。三角ゾーンをね、アイシャドウで描くんじゃなくて、こんな感じで下まつげで作るイメージですね。こういう感じ、わかりますかね。反対側もね、同じようにつけていきます。はい、ハルトこんな感じです。じゃあこのエチュードハウスのカールフィックスマスカラでまつげを伸ばしていきます。これはね、大好きで毎日使ってるんですけど、めちゃくちゃ束感まつげが作りやすいのでおすすめです。安いのに。こんな感じで全体的にまんべんなく塗ってから束感まつげを塗っていきます。ピンセットでこう挟んであげるとやりやすい。うん、こんな感じ。反対側も同じようにしていきます。下まつげもこんな感じで縦に塗っていきます。で、バニラ粉のプランパーを塗っていきます。これね、痛いんですよ。これはでも先に塗っておいて、チールをふっくりさせておきます。で、リップはウェイクメイクのリップのこれをチークとしても使っちゃいます。昨日さ、粉タイプのチーク使ってたんですけど、すごいほっぺたのところが乾燥しちゃってたんで、急遽リップをチークとして代用することにします。でもね、統一感が出て可愛いと思います。で、プランパーで唇がぷっくりする間にキャンメイクのムニョットハイライター03番を塗っていっておきます。ムニョットハイライター大好き。これをね、鼻筋、鼻先、ムニョットハイライターをね、手で塗る方が個人的には綺麗に塗れるんじゃないかなって思ってます。あとここ、眉下、反対側もこの小骨の部分、光が入ると綺麗なので、あと顎ですね。顎はブツブツがやばいんで避けて塗ります。こんな感じです。結構ぷっくりしてきたのでリップ塗っちゃう。めっちゃ綺麗じゃない？ウェイクメイクのリップもめっちゃ可愛いのはもちろんなんですけど、プランパーってほんまにすごくて、韓国のインスタグラマーの方とかってすごい唇がぷっくりしてて、リップ紹介の時とか可愛いなと思ってたんやけど、多分プランパー塗ってるんですよね。だからこんなに綺麗に塗ってるんやと。プランパー使ったら見て、唇の形が可愛すぎてめっちゃお気に入り。こんな感じです。じゃーん。じゃあちょっと髪の毛しましょうか。髪型どうしようって感じやねんけど、ストレートにしようかな今日は。で、迷うけどストレートかな。レイヤー入れてくれてるから、ちょっとレイヤーが見える感じで内巻きにしてストレートみたいな感じにします。レイヤーは下向いてこうやって巻いたらいいらしいで、やったらめっちゃ綺麗に入る。うん、いい感じじゃないですか。前髪もここにエクステ入ってんねんな。前髪にエクステしてくれるってすごくない？髪の毛傷まずにこの髪型ができるっていうのが最高。前髪も巻かなくてもいい感じの長さにしてくれてるんですけど、アイロン若干通すぐらいでしておきます。うん、いいんじゃない？ OK、 着替えてきます。はい、ということでメイク完成しました。どうですか？ちょっとセットしてみるといい感じになりますよね。濃いかなと思ったんですけど、やっぱりこの髪型にはこういうメイクが大正解でした。ということで、もうねあと1時間半後にはライブが始まるので行ってきたいと思います。ということで、今回の動画も見てくださってありがとうございました。この動画を少しでも気に入っていただけましたら、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。 Twitter、Instagram、TikTok もしてますので、そちらのフォローもお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。